我は常に強者を求めている。我の力を抑えられる者がいれば表の世界に生成したゲートをくぐってくるがよい。さもなくばこの力で寒冷地帯を灼熱地帯に変えてやろう。今寒冷地帯を灼熱地帯に変えるって言ってませんでした？うん、言ってたよペル君。絶対にそれは阻止しないといけません。このままだとペル君が好きな寒い場所がなくなっちゃうの？ダメですー。主さん、ラーバントが暴走する前に止めましょう。どんな手段を使っても。今回ペル君の力の入り方が違う。よーし、ちょっと待っててください主さん。ラーバントを倒すための方法を考えます。どういう能力を使えばあのラーバントを倒せるようになるか。よし、この方法で行きましょう。ということで主さんに能力をつけました。さあペル君、今回はどんな能力なのかな。死ぬとどんどん攻撃力が上がっていく世界。戦いを重ねていけばいずれ勝てるようになる。この能力があればラーバントを止められること間違いなしです。そしてここを見てください。攻撃力ゼロ。これは主さんのパンチの攻撃力です。今のパンチだと誰も倒せないじゃん。ただ、死ぬことによってどんどん攻撃力が上がっていき、ラーバントを倒せるほどのパワーを手に入れることができるはずです。いろんなお助けアイテムも実装したので、それらのアイテムも使って超パワーアップしてください。一応、ラーバント倒すぞ。さて、今回はどれだけ攻撃力が上がるのかな ?1 億シリーズ好きな人いるし、攻撃力1億まで上がるとか。いや、ラーバント倒すのにそこまで攻撃力いらないですけど、1億シリーズはまたやりたいですね。今度は何が1億になるのかな。ただ今回は死ぬと攻撃が上がる世界だからね。ちなみに、どんなデスポーンでもいいの？あ、今回は何でもいいですよ。何でもいいんだ。そしたら手っ取り早くワンデス入りまーす。む？引き手じゃない方に不死のトーテムが出てきたよ。それでこの青いグローブを右クリックしたら、謎のメニューが出てきた。達成した攻撃力ごとに、特別なアイテムをゲットできるようにしました。これらもラーバント戦に活かしてくださいね。え？攻撃力1万。1万。それだけ攻撃力が必要ってことなの？何せ相手はラーバントですからね。まだこの中の攻撃力には達成。いや、攻撃力1には達成してるじゃん。はい、攻撃力1の特別アイテムはこちらです。スケット1？スケットってことはラーバント戦のサポート？家主さんのデスポーン数を稼いでくれるスケットです。そっちのスケットかよ。いや、確かに防具なしウィザーと戦うときはめーちゃくちゃ倒されそうだけどさ。ほら、もうさっきもらった不死のトーテム使い切っちゃった。なんで不死のトーテム消えないんだ。早速なんですけど、デスポーンしないように無限不死のトーテム作りました。無限不死のトーテムとかいう超最強アイテム。タイミングよく攻撃されたらもしかしたらデスポーンしちゃうかもですけど、これでリスポーン地点に戻ることもないですね。これ実質不死身？ただ安心してください主さん。不死のトーテムが発動したタイミングで死亡した判定になるので攻撃力はちゃんと上がります。そこは良心設計になってるんだね。え？いつの間にウィザーみたいになってるの？さっき間違えてもう一体呼んじゃった。まあ今回はウィザーを呼べば呼ぶほど攻撃力はどんどん上がりやすくなりますけどね。退場してもらうとき大変なことになりそうだけど、今回だけはもうどんどんウィザー放置しちゃってください。いいですね、その調子です。はい、まず攻撃力が10に到達しました。この段階でもうスケルトンとか2発で倒せちゃうの？拳で攻撃力12になったから、これでちょっとだけ防御力あるゾンビも2発で倒せるようになった。これすぐに敵モブワンパンできる攻撃力になりますね。なりました。次の特別なアイテムがもらえるのが攻撃力50です。そしたらその攻撃力になるまでウィザーに協力してもらおうかな。すごい、なんか今回だけで1年分の不死のトーテムにそう。確かに。おっしゃ、そろそろウィザー攻撃していこうかな。現在攻撃力30、結構高まってきましたね。でも最終段階は1万までありますけどね。まだまだ先は長いなぁ。でも普通にパンチするだけでこれだけダメージ出るのってやばいからね。もう少しで1体目のウィザーの体力が半分になるね。半分になればウィザーが近接モードになるので、楽にパンチが当たるようになりますね。一気に削りまーす。おーし、1体目撃破。自分で呼び寄せたウィザーなんだけどね。そしてもう1体のウィザーと戦闘中なんだけど、普通に攻撃力50超えてた。攻撃力50を超えたらゲットできる特殊アイテムがこちらです。 JNJ の飴？なんかやばそう。JNJ の飴ってことは
空から大量の TNT が降ってくるってこと。よっしゃ、この大量の TNT でイザーを粉砕だ。ドワー、ちょっと待って、無限不死のトーテムが追いついてないんだけど。無限不死のトーテムでもこの大量の TNT は防げないんですね。あっても耐えられる時もあるんだね。無限不死のトーテムはちょっと気まぐれなんだね。なんかいきなり動く気がウィザー攻撃してるんだけど。え、待って、しかも攻撃力結構高いじゃん。ウィザーの体力どんどん削れていくけど。倒しちゃったー。謎の木の生命体に手伝ってもらって倒せましたね。っていうかあの木なに。謎の木もご協力ありがとうございます。TNT の雨、他にも使い道ありそうだな。あ、そうだ。こんな感じにめちゃくちゃ TNT の雨を降らせて。うおー、めっちゃ飛んだー。これだけ飛ばされても大丈夫。死のトーテムがあるからね。やっぱり削り具合すごいね。あ、この TNT の力で地下深くまで掘り進める作戦ですね。その通り。もう洪水になるレベルに TNT を出して、今度は耐えられなかった。っていうかとっくに攻撃力100超えてた。攻撃力100を超えた主さんのこちらどうぞ。いや、こんな超すごそうな武器もらっちゃっていいの。なんだか特殊能力とかありそうだよ。あった。待って、しかも自分で撃った攻撃で自滅したんだけど。次は武器に攻撃力を増大させてもらいましょう。まさかの武器に協力してもらうスタイル。っていうか今更なんだけど、一度に上がる攻撃力が増えているよ。もうそんな攻撃力になっちゃってるの。エンドラどころかオーデンもワンパンできちゃいますね。でもラーバント相手にはまだ足りない。まだ攻撃力1000と1万の達成アイテムが待ってますよ。攻撃力1000ならもうすぐ届いちゃうね。この見た目の不死のトーテム、もう見飽きましたね。え？トーテムの見た目変えたので見てみてください。インポスターじゃん。今から会議が始まるの。っていうか今ので目標の線突破しちゃったし、ゾンビを倒しつつ自滅もして。インポスター、地下深くに掘り進める作業しなきゃ。岩盤深くまで掘り進めました。 TNT の雨で巨大な穴もできちゃったし、次はもっと巨大な穴ができるかもですよ。どういうこと？見慣れない鉱石とかもあるよ。このちょっとダイヤっぽい青い鉱石でしょ？何その鉱石？周りにたくさんある青い鉱石は、ダイヤツルハシじゃないと回収できないですね。へぇー、まるで古代の残骸だね。こっちがいつも見てるダイヤモンドだね。あ、もうアイテム化してるダイヤモンドあるじゃん。よかった、爆発に巻き込まれてなくて。ちょうどツルハシ作る分のダイヤがあってよかったです。これでマラカイト鉱石が取れるようになりました。マラカイトって言うんだね。ちなみにこの鉱石から作れる防具の防御力は？100。だからヘルメット被るだけで防具ゲージがマックスになるんだよね。フル装備したら合計防御400だよ。もはやモンハンの上位防具みたいな防御力してますね。そういえばもらった剣から出てくるこの青い液体って、一体どんな液体なのかな？ちょっと入ってみようっと。あっちゃ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 ー。入った途端にめちゃくちゃダメージ受けたんだけど、にゃーん、インポスタートーテムいっぱい発動じゃん。とんでもない液体だったんだね。でも見た目からしてヤバそうだったもんね。おかげで攻撃力は3000まで上がったけどね。もう3000まで来たの。目標攻撃力1000は到達したので、次で最終目標の1万ですね。とりあえずマラカイト防具全部装着するけど、防御力ガチガチにしたらやられにくくなるから、攻撃力上がりにくくなるのか。なんかもどかしいね。さ、次だ次。攻撃力1000、今度はどんなアイテムかな？今度はジャイアント TNT が手に入りましたね。ジャイアント TNT？ 大きな TNT ってことだよね。大きさはどれぐらいなんだろう？でもあんなゾンビの巨大バージョンのジャイアントほどではないと思うけど、なになになに？で、か。本当にジャイアントサイズの TNT だったんだけど、こんな大きな TNT 爆発しちゃったら、周りの地形がとんでもないことになりそうだよ。なになになにが起きてるの？とわー、時間差だー。奇跡的に流れてる水に着水できたんだけど、いや今回は爆発の威力を好みに感じたいんだよ。いや、よくよく考えると今の言動やばいですよ主さん。事前に不死のトーテムが発動してちょっとすると、おー、2回爆発させただけで岩盤もろ見えになっちゃった。強化版 TNT の威力はどうでしたか？何段階か威力をすっ飛ばしてる気がするのは私だけ。あの超爆発から生き残ってるチェストと6個があったんだけど、束縛したい人向けのエンチャントボンが入ってました。TNT も攻撃力上昇の規模もとんでもないことになってる。
今度は一気にジャイアント TNT 置いてみようっと。いや、それは周りの地形がとんでもないことになるんじゃないですか。いやー、セブン君やりすぎだよー。ウッパ爆風でジャイアント TNT がこっちに飛んできた。ギアー、攻撃力1万超えました。最後にダメ押しの一発入りましたね。ということで最終目標の攻撃力を達成したので、もう一人の助っ人にさらに攻撃力を上げてもらいましょう。二人目の助っ人来てくれるの？いや、来てくれるわけではなくて、こちらからでもスタイルですね。ウッパ、この助っ人アイテム使ったらいきなりエンドに飛ばされて。ぬおっと、まさかここは。なになになに、カオスガーディアン。まさかの助っ人枠にカオスガーディアン。そんなこと今までなかったよ。とんでもないドラゴンの感じがするんだけど。そうです、エイカちゃん、このドラゴン一番ヤバいです。来た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 。うわー、めっちゃ打ち上げられたー。そしてダメ押しの落下不死のトーテム。待って待って、攻撃力の上がり方とんでもないことになってるよ。これがカオスガーディアンのパワーです。いや、まさかカオスガーディアンが協力してくれる側に回ってくれるとは思わなかった。いや、よく無限不死のトーテムで耐えられてるよね。あっ、やっぱり攻撃来そう。うわー、その攻撃ガチでヤバすぎるでしょ。こんなのどうやって勝てばいいのよ。本日最強記録の連続不死のトーテムです。待って、こんな凶悪なビームどれだけ続けるの。インポスタートーテムがめちゃくちゃ出てるよ。攻撃力40万ぐらいまで跳ね上がりましたね。ということは今のビームだけで攻撃力20万も上がったの？もうお腹いっぱいです。カオスガーディアンさん、ありがとうございました。とんでもない助っ人だったね。カオスガーディアンの助っ人もあったんだ。もうこれだけ攻撃力あれば十分すぎるでしょ。よく来たな。我を倒す力は蓄えてきたのか。もし負ければこの世の完全地帯はなくなると思え。それは絶対嫌なので、こっちもそれ相応の能力をつけてきました。まずラーバンと無限不死のトーテムを突破できますか？待て待て、そんなの聞いてないぞ。だって教えてないもん。さすがラーバント、これだけ攻撃力を高めても一撃では倒せない超絶耐久力を誇っていますね。でもこんだけ体力の減りがすんごい、ラーバントもなかなか見られないよね。もうあっという間にラスボス倒しちゃうの？おし、最後はこのインフィニティソードで蹴りをつけ。待って、召喚した魔物に今やられなかった？まあとにかくこれで寒い場所を灼熱にされなくて済んだね。よかったです。ベル君が寒い場所関連のことになるといかに本気になるかがわかったね。ということで、ベル君が今回作った能力がヤバすぎると思った人は高評価、また超強能力が見たい人はチャンネル登録してね。